はい、神アップデートです。Windows Power Toys の AI コピー&ペースト機能がやばすぎるっていうお話をしようかなというふうに思います。はい、こちらの方の、載ってた記事なんですけれども、マイクロソフトがですね、Windows 11向けの Power Toys っていう、新しいですね、その Power Toys 自体に、新しいアドバンストペースト機能を追加したっていう記事が載ってたんで、それをちょっとご紹介してるんですけれども、まあ、AI を利用してですね、クリップボードの中身をリアルタイムに変換するっていう、やばいなんかね、ペースト、コピーペーストがね、できたみたいなんですね。まあ、皆さんですね、ちょっと僕は Mac ユーザーなんで、ちょっといまいちね、これ知らなかったんですけど、Windows ユーザーの方だったら、この Power Toys っていうやつ、ご存知かなとは思うんですけど、ご存知ない方にちょっとご説明しますとですね、この Windows の Power Toys っていうのが、Windows の機能強化をするための一連のユーティリティツールになるみたいなんですね。で、主にやっぱりヘビーユーザーとか開発者向けに設計されてるみたいで、まあ、日常のタスクをですね、効率化したり生産性を向上させたりとかするツールということで、あるみたいなんですね。まあ、主な機能としては、まあ、ウィンドウの管理ツールとか、複数のウィンドウをですね、整理しやすくカスタマイズレイアウトするために、使ったり、ファイルの一括リネームとかですね、キーボードのショートカットのカスタマイズとか、まあ、他にも画面サイズを簡単に変更したりとか、ファイルのエクスプローラーの機能を拡張したりとか、まあ、いろんなことができるっていうことのものなんですけれども、この中にですね、まあ、アドバンスドペーストっていうものが追加されたっていうことなんですね。これね、パワートイズのバージョンが 0.81 で追加された機能みたいです。で、これね、どんな機能かっていうことなんですけど、まあ、要はですね、クリップボードの内容を異なる形式に変換するっていうことなんですよ。要は、XML のものを例えばコピーしました。貼り付けるときにマークダウンにするとかですね。で、まあ、その辺の貼り付けるときになんかいろんなことができちゃうということで、めちゃくちゃこれ、ね、ここにも書いてますけど、ペースト、プレーンテキストとかですね、マークダウン、JSON とかですね、いろんな形でカスタマイズできるみたいなんですね。で、まあ、使用方法も結構簡単みたいで、Windows キープラスシフトかける、プラス、V で、ショートカットキーがこれでできるということみたいですね。で、フォーマット変換後に Windows キーコントロールオルト V で貼り付けみたいな感じでやるみたいです。はい。これ使ってらっしゃる方いらっしゃるのかなと思うんですけどね。まあ、主にですね、こう、使う用途としては、例えば、こんなことできるらしいんですね。中に書いてたみたいなんですけど、Python コードをコピーしておいて C シャープに変換するっていうね、プログラムソースを思いっきり変換、ほんまかいや、できるんかな、わかんないですけど、まあ、そういうのもできちゃうみたいな感じなんですね。あと、コンテンツの文脈の保管とかですね、マークダウンテーブル形式のカラムとかをチャット GPT で保管したりとか、で、メールアドレスのフォーマットをチェックしたりとか、まあ、みたいな感じで、なんか、ペーストするときにそういうのができるみたいです。ただしなんですよ皆さん、ここただしなんですね。これ使う場合にですね、なんとオープン AI 社の API キーが必要ということで、ここはですね、ちょっと課金対象になるっぽいですね。だからオープン AI の API キーをもう持ってきといて、それをまあ設定しない限りこれはちょっと使えないっていうことなんで、まあ、もともとね、まあ、主に開発者の方とかだったら、API の契約してる方もいらっしゃるかなと思うんでね。まあ、そこを使えばいいのかなと思うんですけど、一般の方でね、ちょっとまあ、API キーまで使って使うのかっていうところもあるんですけど、まあ、その辺は、もしご興味ある方いらっしゃったら、まずは、OpenAI 社の API キーを契約して、で、Windows に設定して、で、Advanced Paste をちょっと使ってみてはいかがでしょうかっていうお話でした。はい。まあ、いろんな形で AI がね、ちょいちょいいろんなところに挟まってくるわけですよね。まあ、もうこのコピー&ペーストにまで AI が使われるっていうね。まあ、今度から本当にね、ちょうどええ感じのコピーをどっかでしておいてくれて、で、これをペーストしたいなっていう時に、なんか、心地いいペーストをしていただくみたいな感じのこともできなかったらね、めっちゃいいですけどね。皆さんどう思われますでしょうかっていうお話でした。はい、5月の29日 AI ニュース、カワゴンがお伝えしました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルですね、動画が良かったなというふうに思う方いらっしゃったら、ぜひいいね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ちなみにですね、チャンネル登録後ですね、こちらの方の登録済みっていうところを押して、すべてっていうふうに切り替えていただくと、新着の AI ニュースの方がお知らせが届くと思いますので、
ので、もしよかったらそちらの方もよろしくお願いします。次回もですね、最新 AI ニュースの方をお届けしようと思いますので、よろしくお願いいたします。ご意見とかね、ご質問等ありましたら、コメント欄にお気軽にお寄せください。では、どうもありがとうございました。またね。Thank you.